乃木坂46と一緒に国商国産を学ぼう。私たちの国で消費する食べ物はできるだけこの国で生産する、それを国商国産と言います。現在の日本の食料自給率はカロリーベースで 38%、 およそ6割を輸入に頼っている状況です。もしも日本の田んぼや畑が少なくなったり、災害などで海外からの輸入も制限されてしまったら、私たちが食べるものはなくなってしまうかもしれません。この番組では国産の食材がどんな場所でどのように作られているのか、 JA グループの国商国産を応援している乃木坂46のメンバーが現地レポートします。10月と11月には全国の JA 直売所に行くことで豪華商品が当たるキャンペーンを開催します。詳細は番組の最後を見てね。乃木坂46の佐藤理香と松尾美優は愛媛県松山市にある JA 愛媛中央の JA 直売所おひさま市にお邪魔して、 JA 直売所の美味しさと凄さを実感。今回も前回に引き続き国商国産食材の情報発信基地としての魅力を体当たりでレポートします。ここは愛媛県松山のど真ん中、うん、全国でも指折りの売り上げを誇る JA 直売所です、うん、今日はその隣にある複合施設の港町マッテルへ行ってみたいと思います。イエーイ。ここでは直売所で扱う野菜を思う存分味わえるそうです。楽しみだね、うん、ね早速行ってみよう。行ってみましょう。こんにちは。2人を迎えてくれたのは直売所とここの施設の責任者をしてますオチと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近藤と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。乃木坂46の佐藤理香です。よろしくお願いします。お願いします。松尾美優です。よろしくお願いします。お願いします。すごいこのレストラン素敵だなって入ってきた時に思ったんですけど、はい、ここはどういったレストランなんですか？直売所のですね、新鮮な食材を使って、でそれをその美味しさをですね、皆さんに知ってもらうために、作ったレストランなんです。そうなんだ。ちなみにどのような方がこちらをご利用されてるんですか？はい、おかげさまで来店客数も多いんですけど、はい、直売所に来られたお客さんと、そしてここの施設に遊びに来られたご家族連れの方、うん、お子様も一緒にこちらの方にご来店いただいております。そうなんですね。すごい素敵な空間だから遊びに来たくなっちゃいます。ありがとうございます。リアクション。それではこちらの方ご案内いたしますので、どうぞ。こちらがセルフのメニューになっております。すごい、いっぱい、美味しそう。すごい種類あります ね。すごい種類。こちらお客様が自由に取っていただけるように和洋中揃えております、うん、こちらの食材は地元を中心に国産の食材だけで作られておりますので安心できます。全部国産なんです ね。すごいね、全部国産っていうのは、ね、種類もいっぱいありますね。すごい。この中で人気メニューってあったりするんですか？そうですね、今なら夏なので絹皮ナスの田楽とか、ナスの煮出だしとか。あ、ナスがやっぱり夏だとね。ナス大好きなんで嬉しいです。こちらが一番人気のサラダバーになっております。こちらのサラダバーはお隣の直販所から調達している野菜だけを使用しておりますので、何度もおかわり自由になっております。すごい。キノコとかもね、たくさん。これわかる？知らない。こちらつるむらさきというものになっております、うん、ちょっと粘り気があって癖のある匂いなんですけど、うん、食べたら抜群の味になってます、知らなかった ね。 ね、すごいね。イチジクとかもあるよね。愛媛県松山さんって書いてます。愛媛ってイチジク有名なんですか？愛媛は有名ですかね。すごい。こちら皮ごと食べることができますので、新鮮。知らなかった。美味しそう。ね、美味しそう。さらにお隣の日向カフェでは旬のフルーツを使ったスイーツが人気です。美味しそうなケーキが。ケーキ屋さんの甘い香り。ね、いい香りする。すごい。ハモっちゃった。すごい。おひさま市の出荷者さんから仕入れたり、愛媛県産のフルーツを主に使用しています。地元のものなんですね。そうですね。ぜひ食べて。ふんだんにフルーツを使ったスイーツに2人も大興奮。ありがとうございます。はい、すごい。
浮いてるみたい。綺麗。いちじくにシャインマスカット。いただきます。旬な美味しさに舌鼓。めっちゃ目開いたね。美味しい。美味しい。今時の JA 直売所は新鮮な国産食材を買ったり食べたりできるだけではありません。こちらのキッチンスタジオでは料理のプロによる料理教室も開催されています。はい、こんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。私は、JA 愛媛中央の、栄養士野菜ソムリエの新谷ひろ子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのキッチンスタジオって書いてるんですけど、ここはどういった場所なんですか？はい、こちらは直売所の隣接しているキッチンスタジオになりまして、新鮮なお野菜を使った料理教室を行っております。はい、今日はせっかくですので、そのお野菜を使ってこちらでお料理を学んでいただきます。すごい、できるかね。何作るんだろう。はい、そしたら今日のメニューは野菜たっぷりドライカレーになります。カレー大好き。はい、大好きだね。大好きですか？はい、よかったです。先生直伝のドライカレーの材料はこちら。すべて直売所のもので今日は作ります。詳細なレシピは概要欄にあるので、ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。乃木坂の2人も料理に挑戦。上手にできるかな。はい、パプリカもですね、はい、今日は赤と黄色を使いますけども、いろんな色があります。はい、直売所に行っていただいたら分かるんですけども、はい、紫とか白とか、すごい、はい、緑なんかもあるんですよ。すごいですね。はい、こんな色ある。はい、でも赤は一番甘くて美味しくって、はい、カロテンがいっぱいあるんですね。カロテン、はい、カロテンって何ですね、私たちがすごい気になる美肌、うん、はい、美白、アンチエイジングにすごくいいんです。そうなんだ。はい、ゆうちゃんはじゃあパプリカたくさん食べてるからそんなに白いの？いやどうだろう。好きだけどめちゃくちゃ、はい、私もパプリカ大好き。はい、切った順。ドキ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 。でもね、下から炒める作業は佐藤が挑戦。頑張れ、気合だ気合だ。おいしくなーれ、はい、おいしくなーれ。そうだよ。なんかリカちゃんが料理してるのあんま見たことない。嘘だ。私の家に来ると野菜スープ作ってあげてるよ、友達に。私の時出前だった。それだって、それはさ、出前ブームだったじゃん、一緒に行った時。まあね、おいしくなーれー、パラパラパラー、おいしくなーれー、パラパラパラ。そんな。できました。めっちゃ美味しそう。あったかい、ね、美味しそう。いい匂い。というわけで野菜たっぷりドライカレーの出来上がり、早速食べてみよう。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。おー、よかった。うん、はい、スパイスも効いてますし。そうですね、はい、何よりパプリカ美味しくて。美味しいですか？野菜の甘みは感じますか？感じました。はい、うん、うん、うん、シャキシャキ感もなんかみずみずしさっていうか、パプリカの残ってますし、はい、なんか枝豆入ってるカレー初めて食べたんだけど、すごい食感がいっぱいあって楽しかったです。美味しいです。嬉しい、嬉しい。どうして JA 直売所で料理教室を開いてるんですか？はい、新鮮な地元の農畜産物の味を生かして、さまざまな調理方法や食べ方を知ってもらうことで、ファンを拡大したいと思っています。はい、野菜の美味しい食べ方を多くの方々に知ってもらって、いろんな野菜の美味しさを皆さんに伝えていきたいと思います。素敵。伝わる。絶対、ね、絶対伝わる、ね、伝わったもんね、私たちにも、ね、こんな初めて食べた、ね。全国の JA 直売所では地元の農畜産物を生かしたレストラン、料理教室のほか、イベント、収穫体験、加工品開発など様々な取り組みにより地元食材の魅力を発信しています。これからの JA 直売所ではどのような役割が重要になるか、 JA 愛媛中央の大地さんにお話を聞いてみました。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。すごい楽しかったです。ありがとうございます。すごい楽しかったです。はい、あの質問なんですけど、はい、JA 直売所はこれからどのように進化していくんですか？
JA 直売所の大切なことはですね、地域の生産者の方と連携をして、で新鮮な地元産の食材を提供をすること、そしてそれによって地域で愛され続けることが大切なことなんですよ。で、今後もですね、生産者の方と連携をして、でより多くの消費者の方に、愛され続ける施設にしたいと考えております。はい、それが JA 直売所の進化なのかなと思います。すごい素敵です。なんかすごい地元に密着して地元に愛されてるなって私はここに来て思ったので、はい、これからもそうであり続けられたらいいなと私も願ってます。はい、ありがとうございます。最後に JA 直売所と国産食材の魅力を教えてもらえますか？全国にはですね、直売所が数多くあります。で、その場所その場所で、その地元の特産品を、販売をしてます。ぜひ、足を運んでいただいたらと思います。私家族がよく行っているので、ついていたことがまだなかったので、ぜひ自分のお家の近くのところにも行ってみたいなって今日すごい思いました、もう珍しいものもありますんでね、楽しいと思いますので、ぜひ行ってください。行ってみます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。JA グループでは2023年10月1日から11月30日までの期間限定で JA 直売所へ行くことで47都道府県とっておきの農畜産物加工品3000円相当分が合計1万4100名様に当たるキャンペーンを実施します。しかも各地域が自信を持っておすすめするお米、お肉、果物などのうち欲しい商品を選べるんだって。参加方法は簡単。 JA 直売所に掲示されているポスターの二次元コードを読み込んでスタンプを3つ貯めて応募するだけ。 JA 直売所は全国およそ1700店舗あるので、サイトからお近くの店舗を探してみてくださいね。 JA 直売所は全国約1700店舗あるので、サイトからお近くの店舗を探してみてくださいね。キャンペーンの詳しい商品ラインナップや参加方法はキャンペーンサイトにて紹介中。実りの秋、国商国産、JA 直売所キャンペーンで検索してね。これからも国産食材を食べて生産者を応援しよう。またお会いしましょうね。